8号マイル塾。はい、皆さんこんにちは。どうも、弟子一でございます。今回はですね、じゃん、音速マイル修行関西編パート2ということで、前回ですね、伊丹からのマイル修行、最短最速でですね、SFC 下脱を目指すね、ルートをご紹介させていただいたわけなんですけれども、今回パート2ということでね、関空からの修行に関してですね、お話をしていけたらなというふうに思っております。で、今回もですね、ハイシーズンを下げた9月1ヶ月でのシミュレーションをもとにね、皆さんにルートと具体的な金額の方もね、今日ご紹介していけたらなというふうに思いますので、ぜひですね、楽しみに、最後までご覧いただければなというふうに思っております。はい、まあ、前回ね、痛みのお話をさせていただいたかと思いますけれども、結論としてはですね、35万円のプレミアムクラスの方が安くね、終わったということがね、衝撃的な結果だったかと思いますけれども、今後の関空の場合ね、果たしてどうなるのかというところを見てみたいと思います。で、関空の場合ですね、ここですね、9月の4日発にして9月の、5日あの那覇発にしていった場合、ここでね、関空からの修行で戻ってくるんですけれども、ここのね、那覇からまた最後の時間がちょっと空いてしまうわけなんですよね。なので、関空の場合はこれ先ほどとちょっと違うのですね、沖縄での那覇での、まだ那覇でもなくてもいいんですけれども、宿泊がマストになってきますということになります。なのでホテル修行ね、合わせて行う方、もしくはね、沖縄でちょっとね用がある方、沖縄で何かね、少しばかりのお時間ではありますけれども、まあ、夜ご飯食べられないかな、22時15分だとね、ちょっと今緊急事態宣言ということもあってね、やってないと思いますけれども、少しね、沖縄でほんの少しだけゆっくりしたい方はこのルートがいいんじゃないかなというふうに思っております。で、ここね、合わせ技っていうのが今日ね、特別なテクニックとしてありますので、そこも紹介していけたらと思います。で、ここね、12時20分から8時35分までの間はですね、予定がないような状況、要は空港待機というね、ことになるわけなんですけれども、ここの間に実はですね、ここポイントですよ、那覇と羽田の往復を入れることができるわけですよね。なので、ここをうまく有効活用していくことによってですね、この間の時間っていうのも修行をして、PP の方を実際に獲得することができますということになります。なので、このルート、ちょっとこれキャプションしていただければなというふうに思うんですけれども、9月4日、関空から那覇に関してはこういったね、まあ、かなり激しい修行になっていきます。で、9月5日も同様になりますけれども、この1時10分からのところは、ここだけが、那覇発ですよね。那覇発、羽田、羽田から那覇というね、この2便だけがちょっと変わってきますので、ここちょっとね、用意チェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。じゃあちょっとね、金額の方を見てみたいと思うんですけれども、まずね、時間重視タイプ。これはプレミアムクラスを用いたマイル修行になります。はい。こちらですよね、見てみたいと思うんですけれども、2倍キャンペーンを使ってですね、1日の修行で、25,000PP ですよね、約 24922PP の方を獲得が実際に可能ということになっておりますということですね。はい、時間重視タイプで、ちょっとね、ここ見てみたいと思うんですけれども、先ほどね、ちょっとこれ紹介した 24,922 ということなんですけれども、じゃあこのかかった金額見てみたいと思いますけれども、36万8720円、ちょっとね、こちらの方が伊丹の方が安いですよね。しかも伊丹の方はホテル代もかかりませんので、まあ、自宅でね、また戻ってくることができるというね、ところもあります。まあ、もちろんそのね、交通費等はね、ちょっと今回考慮してませんので、それはちょっとね、おのおののちょっと場所によって変わってきてしまうと思いますけれども、微妙にやっぱり伊丹の方が安いということが今回ね、検証できたんじゃないかなというふうに思っております。はい、修行費用に関しては36万円で下脱が可能ですよということになりますということですね。はい。ただ、こちらの方がね、短いということが分かったと思いますのでね、そこをちょっとね、チェックしていただけるといいかなというふうに思っておりますということですね。はい。で、次ですね、金額重視の、修行ということで、こちらはですね、プレミアムクラスではなくてですね、一般的なシートに乗ってのマイル修行になりますということですね。はい。こちらをちょっとですね、今日見てみたいというふうに思っております。24レグ、かなりすごいですね。はい。こんな形になってきます。9月25日。はい、まあ、これ先ほどと同じルートになりますので、見てみたいと思うんですけれども、まあ、PP がですね、ちょっと減りますよね。10,000。で、次、スーパーバリューの55を使っての、9月の26日、ちょっと値段が下がっておりますけれども、こちらもですね、12,552 ということになっておりますということですね。はい、じゃあ金額最後出たんで見てみたいと思うんですけれども、こちらですね。はい。
関空、今回のね、ルートをご紹介したのは、実際に、ね、伊丹からの場合はですね、結論を言うと、プレミアムクラスを用いての修行の方が安かったということが分かりましたけれども、今回関空の場合はですね、実際に、エコノミークラスで時間をかけた方が、実はですね、値段の方が抑えられるというね、ことが分かっております。これは先ほどの、伊丹と比べての話ですよ。その前のプレミアムクラスとはね、これちょっと見てみたいと思いますけど、ほぼ変わんないですよね。プレミアムクラスもこれもしかして安、ちょっとだけあれですよね。だ僕だったらこれ多分プレミアムクラスで修行すると思うんですけれども、なので今だから結論言うと、プレミアムクラスは関空の場合かなりお安くなっているってことがね、ちょっと今回の部分で分かったんじゃないかなというふうに思っておりますということですね。はい。そんなわけでちょっとね、今回、関空からの修行ということでね、ご紹介させていただきました。次回ですね、最後になりますけれども、神戸発のね、修行の方も最後、ご紹介していけたらなというふうに思いますので、このビデオ3つ見るとね、どこから行くのが一番いいのかっていうのがわかると思いますし、ちょっとこれビデオ見てくださっている方のね、お住まいの地域によってもね、交通費等もちょっと変わってくると思いますし、そのホテル修行入れるのか入れないのか、沖縄に用があるのかないのかというところもね、踏まえてちょっとね、総合的に見ていただけるといいのかなというふうに思いますので、また次回のビデオぜひね、楽しみにしていただければなというふうに思います。というわけで今回のビデオ終わるんですけれども、ぜひですね、今回のビデオ、何か学べたって方、いいねマークとね、あとチャンネル登録まだしてない方ですね、必ずチャンネル登録をしていただけると、サプライズでね、ライブセミナーとかっていうのを開催しているんですけど、これチャンネル登録してないとですね、通知が送られてきませんので、ぜひお見逃しのないようにね、チャンネル登録の方をお勧めいたします。それでは今回のビデオはこちらで終わります。どうも最後までご覧くださってありがとうございました。